ハロウィンの夜を一緒に楽しもう。さあ、手を出して。幽霊たちと一緒にハロウィンのダンスを踊ろうよ。つむぎが作ってくれたこの衣装、とても素敵だね。幽霊たちも似合ってるって言ってくれているのかな。君、休んでいる暇はないよ。ハロウィンを遊び尽くさなくちゃね。ほら、一緒に行こう。ハロウィンの祭りでにぎわうこんな時だからこそかな。君と過ごせる時間をとても幸せに感じるよ。トリックオアトリート。お菓子をくれないと取り付いてしまうよ。なんてね。君と一緒にハロウィンを過ごすのは気恥ずかしいんだけど、嬉しいよ。トリックオアトリート。実はこういうことには不慣れでね。よければ君が私の師匠になってくれるかな。子供から大人までみんなハロウィンを楽しんでいるね。私はちゃんと馴染めているかな。バッチリ？ならよかった。ハロウィンのお菓子のやり取り、ハッピーハロウィン、お菓子をどうすって、うまくできてる？賑やかなハロウィンの街並み、眺めているだけで楽しいものだね。さあ、私たちも出かけよう。大詰めだね。さあ、おいで。その身に恐怖を刻もう。トリニティファントム。甘い。ハロウィンだからって手は抜かないよ。せいっ！ほーっ！ひとまずはこんなものかな。一旦休憩にしようか。すまないね、君を付き合わせてしまって。衣装も装備も新しくなっただろう。できるだけ早く体を慣らしておきたかったんだ。まさかお祭りの準備で人出の多い街中で手に馴染んでいない剣を振るうわけにもいかないし。しかし君も腕を上げたね。何度か本気で打ち込んでみたけど見事に裁かれてしまった。道理でやけに手がしびれると思ったって。今の君なら大丈夫だろうと思ったんだ。それだけ君が上達したってことだよ。それにしても風が気持ちいいね。そういえばハロウィンのお祭りはもうすぐだっけ。お祭りに？どうだろう、興味がなくはないけれど、日々の鍛錬もあるし一人で見物するのもね。さて、そんなことよりもう少し休んだら特訓の続きを。誰か助けてくれ。姫、あっちの方からか。君、急ごう。あ、二馬車が襲われている。まずは魔物を蹴散らそう。ギューッ。片付いたか。あんたたちは。そんなところです。それより怪我はありませんか。俺は何ともねえ、大丈夫だ。ただ魔物に襲われちまったせいで積み荷が。さっきの魔物は撃退しましたが、騒ぎに反応した他の魔物が現れないとも限りません。できれば早急にこの場を離れた方がいい。さあ行きましょう。君も手伝って。すまねえな、わざわざ送り届けてもらってよ。
本当はジョーちゃんたちに礼をしたいところなんだが、すまねえ、ご覧のありさまだ。この積み荷は屋台の資材ですか？でもこの状態は。ああ、確認してみたんだが、魔物が暴れたせいでハロウィンに出す屋台の骨組みやら天板やらがめちゃくちゃだ。商品は手配できても肝心の屋台がねえとなると、ハロウィンも近いこの時期じゃ新しい屋台の手配も間に合いそうにね。これじゃ商売はできねえな。命あってのものだねだ。無事にいられただけマシと思うしかねえか。確かに屋台に使う材木だけ揃えば残りはどうにかできそうだけど、そこまで世話になるわけには。念のため聞くけど、君一人で資材を集めに行くなんて言わないよね。やっぱり君ならそう言うと思った。でも行くのは一人じゃない、二人だ。私も同行するよ。人手は多い方がいいからね。ということで、私たちでよければお手伝いさせていただけませんか？いいのか？すまねえ、力を貸してもらえると助かる。確か街道をそれたところに森があったはずだ。そこで材木を調達しよう。また魔物が現れるかもしれない。十分に気を引き締めていこう。本当に取ってきてくれたのか。いや、一体なんて俺を言ったらいいか。そうだ、こいつを持ってってくれ。これはハロウィンパークの全店で使える割引チケットだ。カップル限定だけども、ぜひ使ってくれ。おっと、こうしちゃいられねえ。せっかく兄ちゃんたちが資材を用意してくれたんだ。早速屋台の準備に取り掛からないと。そんじゃ、また祭り本番の日にでも遊びに来てくれ。その時は目いっぱいサービスさせてもらうよ。情けは人のためならずとは言うけれど、計らずもお礼をもらってしまったね。でもカップル割引チケットか。君とはそういう間柄じゃないというのに、まったく困ったものだね。ちょっと私は行くなんて一言も。それはこうしてチケットをもらったし、せっかくの行為を無駄にするのも申し訳ないよね。それにほら、いつも君を修行に付き合わせているし、今日は私の特訓にも付き合ってもらったし、気分転換にこうした息抜きも必要だと思うんだ。だから、その行こうか、ハロウィン。そんなに一緒に行きたかったの？そうか、君がそこまで喜んでくれるとは思ってなかったな。約束だからね、次の休みの日忘れないでよ。すまない、準備に手間取ってしまって。時間に遅れてはいないと思うんだけど、君もちょうど来たところなの？そうか、それならよかった。どうかした？そう？褒めてくれて悪い気はしないけど、あんまり見つめられると。ほら、そんなことより早く行こうよ。せっかくのお祭りなんだから存分に楽しまないと。メインストリートだけあって、この辺りは随分にぎわってるね。お祭りで人も多いし、
はぐれたら大変そうだ。あまり離れすぎないよう注意しようか。ん？あれはなんだ？あ、そう、あの紐がたくさん垂れ下がっている屋台だよ。あれはくじ引き？なるほど、紐と景品がつながっていて、紐を引っ張ると当たりの景品が持ち上がる仕組みか。それに屋台で売ってる食べ物も街で見るものとは随分趣が違うね。街中でも食べ物の屋台は目にするけれど、何かしら一工夫を加えているというか、極彩色をしたシャーベットなんて初めて見たよ。それにしてもこれだけの店が並んでいると目移りしてしまうね。ここは君のおすすめも聞いてみたいところだけど、どうしたものかな。おい、ジョーちゃんたち、あなたは先日の。やっぱりジョーちゃんたちだったか。こないだ本当に助かったよ。集めてくれた資材のおかげでこうやって無事に屋台も出せた。ありがとな。見ての通り、うちは射的屋をやらせてもらってるけど、ジョーちゃんたちも遊んでくかい？射的か。そうだね、せっかくのお誘いだ。やってみよう。はいよ、2名様ご案内。ルールは簡単。的を追い抜いて落としたら景品ゲットだ。倒すだけじゃダメ、きっちり床まで落としてくれよ。じゃあ始めてみようか。まずはそれ。外したか。そう簡単にはいかないね。どうしたの？狙うときはできるだけ腕を伸ばせ。あ、そうか、ありがとう。こうかな。獲物をよく狙って当たれ。お、当たりだ。うまいね、ジョーちゃん。いつもは私が教える側だったけど、なんだか立場が逆になってしまったね。でもこれなら。またまた当たり。ジョーちゃん筋がいいよ。兄ちゃんも彼女に負けずに頑張りな。君の教え方が上手だからかな。まだまだ落とせそうな気がするよ。おや、君もやる気十分みたいだね。それじゃ次は君の腕前を拝見しようかな。応援しているよ。はいよ、これがジョーちゃんの獲得した景品。遊んでくれてありがとうな。よかったらまた寄ってくれよ。ああ、随分と景品をもらってしまった。初めてにしては上々の戦果かな。これも君のアドバイスがあってこそだよ。ほら、もらったお菓子でも食べよ。私一人じゃ食べきれないし。しかし君は本当に美味しそうに食べるね。食べさせがいがあるというか、ついあげてしまうというか、なんだろう、子犬っぽさがあるのかな。さて次はどうしようか。何か君の希望はある？向こうの方が気になるの？あれはハロウィングッズを作るコーナーかな。行ってみようか。へえ、ブローチに帽子に人形にバスケットまで作れるんだ。これはかぼちゃをくり抜いたランタンか。興味深いね。ランタン作りをご希望かしら。興味があったらやってみませんか？そうだね、せっかくだから体験してみようか。君も興味あるみたいだし。それじゃ必要な道具を持ってくるわね。かぼちゃはあっちに積んであるのから好きなのを選んでちょうだい。立派なかぼちゃが並んでいるね。ここに並んでる中から選べばいいのかな。なるほど、中身はすでにくり抜いてあるのか。これなら外の皮を掘るだけでできそうだね。よし、君も選び終えたみたいだね。道具の準備もできたようだし、それじゃあ取り掛かろうか。どうしたの？かぼちゃを持ったまま立ち止まって。
ランタン作りで勝負がしたい？勝負とかそういう話じゃなかった気がするけど、いいよ、君が望むなら。せっかくなら負けた方が何かおごるってルールでもいいよ。それくらいの方が張り合いがありそうだ。ただやるからには手加減なしで勝負させてもらおうかな。なんだか私もちょっと燃えてきたよ。それじゃ早速始めようか。はいはい、すぐに作るからちょっと待っててね。7戦6勝1引き分け、こうもおごられっぱなしだと勝負の結果とはいえちょっと申し訳ないかな。うん、とても有意義な時間だった。君のおかげで刺激的な体験ができたよ。ありがとう。こうしているとちょっとは普通の女の子らしいことができたかなって思うよ。これまでこうした催し物には縁がなかったからね。習い事や家の用事で行けなかったこともあるし、人のにぎわうところは危険だと家臣に教えられていたから、お祭りみたいな場所はなおさらね。どこかで憧れていた気持ちもあったのかな。でも君があそこまで勝負が好きだとは思ってなかったよ。普段の君を見てるとちょっと意外に感じたかな。ん？何か理由があるのかい？え？それじゃあ勝負にこだわっていたのではなく、私と遊びたかっただけなのか？そうか、これはしてやられたね。君にまんまと乗せられてしまっていたというわけだ。道理でこんな格好になるわけだよ。君途中から私にいろいろ着せたりするのを楽しんでただろう。まったくもう、私も楽しんでなかったとは言わないけど、この浮かれた格好もちょっと恥ずかしいんだからね。でもこの綿飴に免じて許してあげようかな。私一人だったらきっと買わなかっただろうし。綿飴って初めて食べたかもしれない。こんなに甘いものなんだね。あ、そんなにじっと見られると食べづらいんだけど。自分の分も買えばよかったのに。そんなに気になるなら一口食べてみる？そう素直に口を開けて待たれると子供にご飯をあげる親鳥になった気分だよ。じゃあほら、あー、いや、ちょっと待て、これってそのいわゆる関節にならないだろうか。彼はそんなこと意識してないのかもしれないけど、私が口をつけたところは避ける方がいいんだろうか。そうだ、こっちの食べてない方なら大丈夫だろう。これなら私の食べた後に彼が口をつけることはないし、彼が食べてその後私が彼の食べたところに口をつける形になる。えい、何を意識しているんだ。私はこんなもの意識するほどのことじゃない。ただ彼が一口食べて、あとは私が食べるだけ。意識せず、ただ自然に振る舞えば。やっぱりなし。新しいのを買おう。ほら、君にはいろいろ買ってもらったし、そのお礼にね。慌ててどうしたのって？そんなことはないさ。それより早く戻ろう。他に回りたいところもまだあるんだからね。結構な人だかりだけど、そんなに有名なの？
ここのパレードって。なんでも有名な劇団とかオーケストラとか呼んでるらしいよ。演出とかすっごく力が入ってて見応えあるんだって。これはすごいね。屋台を巡っていた時も人の多さに驚いたけれど、目玉イベントというだけあって注目されているようだね。早いうちに陣取っておいてよかった。ここならよく見えそうだ。それにしても今日は君にたくさん買ってもらったけど本当に良かったの？うん、分かった。分かったから財布をしまって。もう夜だし、落としでもしたら大変だからね。そろそろ始まるみたいだ。誰か出てきたよ。ハッピーハロウィーン！ハロウィンパークのみんな、こんばんは！これからスペシャルなパレードがやってくるぞ！さあ、ハロウィンの仲間たちを盛大な拍手でお出迎えしよう！ねえ、ママ！おっきなかぼちゃさんの馬車！すっごいキラキラしてる！そうね、すっごく綺麗ね。ほら、あっちを見てごらん。魔女さんがいるわよ。本当だ、すごい。パレードのことを教えてくれた屋台の店主に感謝しないといけないね。もう少し遅れていたらもっと後ろの方から眺めないといけないところだったよ。しかしこれだけの集客とは予想外だった。今もまだ新しい観客が増えているようだし、それに いや、なんでもない。単なる考え事だから気にしないで。もう肩が当たってしまいそうだ。人垣に押されて彼との距離がどんどん近くなっている。普段は意識してなかったけれど、こうして隣に立つと彼も男の子というか、身長は私とそれほど変わらないというのに意外としっかりした体つきをしてるのがわかる。って私は何をまじまじと見てるんだ。いくら何でもぶしつけだろう。彼に失礼じゃないか。私が気にしすぎているんだろうか。彼はいつも通りの様子だけれど、それにしても近すぎる。ダメだ、少し距離を空けて冷静にならないと。君、申し訳ないけれどちょっとそっちの方に詰めて。すまない、手が当たってしまったね。何を緊張しているんだ。私はいつも通りに振る舞えばいいだけだろう。冷静に落ち着いて呼吸を整えて。しかしそのこんなに密接した距離だというのに平然としている彼も、それはそれでおかしくないだろうか。私もこうして少しは着飾っているわけだし、彼だって少しは緊張するとかそういう反応してくれたっていいだろうに。いきなり君は何を？パレードのあの馬車？ああー、なるほど、そっちの話か。びっくりした。君が変なことを言うものだから勘違いしてしまったじゃないか。あ、いや、なんでもない、気にしないで。君は全く気にしなくていいから。でも大人も子供もみんな笑ってるね。うん、本当にいい景色だ。次はお待ちかね、はるばる遠くからやってきた劇団一味によるパフォーマンスショーだ。一瞬一秒たりとも目が離せない。ハラハラドキドキ、スリルたっぷりの世界に皆様をご案内しよう。パレードも佳境に入ってきたかな。ほら見て、あそこなんて。君、大丈夫？あの男。君、怪我はしてない？大丈夫そうかな。よかった。水を刺されてしまったね。せっかくの気分が沈んでしまった。けれど、暗い気分のままではもったいないね。せっかくの機会なんだし楽しまないと損だろ。よし、気分転換に飲み物でも買ってこようかな。
何か希望はある？ごちそうするよ。これくらいは私に出させてくれないかな。君にはたくさん買ってもらったし、お返しくらいはさせてほしいな。だからほら、財布はしまって。どうしたの？君、財布を落としたの？でもさっきは持ってたよね。とりあえずその辺に落ちてないか見てみよう。残念だけどこの辺りには見当たらないね。落としたならこの辺にあるはずなんだけれど、私たちは財布を見た場所から移動もしていない。他にあったことといえば、そういえばあの男、パレードには見向きもしていなかったような。私たちがいるのはパレードを見るのにかなりいい観覧席だというのにだ。ここよりいい場所を探すには時間帯が遅すぎる。それに君にぶつかった後、やけに早足で立ち去っていったのも引っかかる。あの時は深く気に留めなかったが、もしかして証拠があるわけじゃないけれど、疑うには十分な状況だと私は思ってる。あの仮装した男を探してみよう。向こうもこっちの顔を覚えてるはずだ。万が一逃げられないよう慎重に探そう。いた、あの男だ。あっとっと、なんだあいつ。コインにぶつかって気を取られた隙に盗みを働く手口か。古典的な手だ。だがこの人だかりだと身を隠してしまえば、誰が犯人かなんてすぐに分からなくなってしまう。祭りに乗じて悪事を働くなど断じて許せない。せっかくいい雰囲気だったのに。あの男を捕まえよう。君もゆっくり後をついてきて。あいつらは気づかれた。待て、そこの男、盗んだ財布を。ねえ君、私はこれでも努めて冷静でいようとしていたんだ。楽しいお祭りだし台無しにしたくなくてね。君にぶつかったこともせっかくの雰囲気を壊されたことも穏便に済ませようと必死に自分を抑え込んでいたんだ。でもそれももう限界だ。頭では冷静であろうとしてるのに、体は怒りで今にも駆け出してしまいそうだ。大丈夫、君の財布は取り戻すと約束するよ。絶対に逃がすつもりはない。必ず罪を償ってもらう。スリに気づかれたとしても逃げ切っちまえば問題ないってわけだ。素人の一般人がこの俺に追いつけるかね。お祭りってのは羽振りがよくていいね。たんまりお金を持ってくるんだからな。しかし面が割れたのは失敗だったな。ほとぼりが冷めるまでしばらく姿をくらますか。逃がすものか。追いついてきた。くそ、厄介な奴らだな。あの男、ハロウィンパークの街並みを熟知しているのか。どんどん人気のない方に進んでいるみたいだ。相手もクロートのスリなら、完全に見失えばそのまま逃げられておしまいだろう。尻尾の見えている今のうちに何としても捕まえないと。一つ思いついた作戦があるんだ。すまないけれど君の力を貸してほしい。これだけ逃げ回ればさすがに巻いただろう。
が距離は十分に空いてる。このまま逃げ回れば何も問題はねえ。お祭り会場は俺の庭みたいなもんや。この入り組んだ路地でぶっちぎってやれば、あとは森に隠れておさらばってわけだ。いや待て、あの兄ちゃんの姿しか見えねえぞ。連れの女がいたはずだ。一体どこに？逃がさないと言っただろう。いや、いつの間に。はあ、なあ、ちくしょう。なんで早さった。うまくいったね。視界の悪い路地だからこそ悟られずに先回りして不意をつけた。一緒に会場を巡った経験がこういう形で役に立つとは。君も強化してくれてありがとう。しかし強化してもらったとはいえ、この格好で全力疾走するのはいささか疲れるね。そう？褒め言葉として素直に受け取っておこうかな。ありがとう。君の協力あってこそだよ。君に手伝ってもらって、この衣装と装備に体を慣らしておいてよかった。しかし目を回しているこの男には言いたいことが山ほどあったけれど、こうもあっさり終わってしまうとなんだか拍子抜けしてしまった。自分よりも他人の心配とは君らしいというか、なんというか。そうだね、きっと財布をなくして心配しているだろうし、早く安心させてあげよう。犯人確保のご協力感謝します。ほらギビギビ歩け。あの男、お祭りに出没することで有名なスリだったらしい。叩けばまだまだ誇りは出るだろうけれど、それは騎士団の方でやってくれるだろう。ともあれ、君の財布も取り戻せてよかった。どういたしまして。こうして無事に事件も解決したわけだけど、さすがにパレードも終わってしまっているね。その気持ちもなくはないけれど、大切な時間に水を差されたら誰だっていい気はしないだろう。あ、いや違うんだ、その恋愛的な意味では。いや全く違うわけでもないけれど、違う、私が言いたいのはそういうことではなくて、その今日は楽しかったんだ。本当に君と一緒に会場を巡って、面白いものもそうでないものも見たり聞いたりして、もし君が誘ってくれなかったら今日こんなに楽しい気持ちは味わえなかった。だからそんな気持ちを無粋な輩に邪魔されて、普段よりちょっとだけ、いやかなり頭に血が上ってしまったんだ。楽しいまま今日を終えられればよかったけれど、それが少しだけ残念かな。そうか、そうだね、君の言う通りだ。ハロウィンはまだ終わってないじゃないか。ずいぶんと視野が狭くなっていたみたいだ。私もまだまだ修行が足りないな。約束だよ、もし破ったらその時は今日みたいにまた何かおごってもらおうかな。なんてね。名残惜しいね。お祭りの終わりは寂しいものと聞いてはいたけど、ああ楽しかった。こんなに熱中したのはいつぶりだろう。心地いい疲れを感じるよ。夜も深まってきたし、さすがにこの辺りでお開きかな。
この名残惜しさはしばらく消えそうにないよ。ほら、月もあんなに高く昇っている。あんなに月明かりも冴えて、なんだ、月がやけに眩しい。ダメだ、眠く。お姉ちゃん、トリックはトリート。お菓子をあげるんだよね。はい、どうぞ。ハロウィン、ハロウィンを楽しむといい。どうかな、君の目から見てうまくできていただろうか。難しいこと言うね君。私はハロウィン初めてなんだよ。こんばんは、トリックオアトリート。トリックオアトリート。お菓子くれなきゃいたずらするぞ。するぞ。もう次の子が。なりきってみるか。よーし。おお、これはこれは恐ろしいリトルモンスターだ。お菓子をあげるからどうか許しておくれ。やったね、お姉ちゃんもハッピーハロウィン。ハロウィン。どうだろうか、今の感じで。そうか、よかった。って、どんどん子供たちが集まってきているぞ。準備した甲斐はあるけれど、目が回りそうだ。のんきな感想をよこす暇があったら、君も手伝って。ああ、もう、ここまで大変だとは想像してなかった。まったく。こんなことなら来るんじゃなかった。後々の対応も面倒だろうし、どうしたものか。申し訳ないが、先ほどで話は終わった。これ以上あなたたちと話すことは。なんだ君か。すまない、彼らが追いすがってきたのかと勘違いしてしまった。ああ、先ほどまで同級生に誘われたパーティーに参加していてね。予定が折り合わず、普段は断るしかなかったんだけれど。何のパーティーかって？ハロウィンパーティーだよ。建前上はハロウィンというものに興味もあったし、見識を広めるのも一興かと思って顔を出してみたものの、あれが彼らにとってのハロウィンパーティーらしい。味気のない飾りがしてあるだけの。遊び心も祭りの行事の一つもない。自分の人脈を広げるための打算と交渉の場を、そう呼ぶならね。上辺だけの世事に狡猾で寝踏みするような視線の応酬。彼らが求めていたのは私ではなく、父とのコネクションだったのさ。これまでうんざりするほど見てきた光景だ。あの場に一秒でもとどまりたくなかった。ましてや嫌がおうでも父のことを引き合いに出される。思い出すだけで気分が悪くなるよ。ハロウィンなんてもうポリポリだ。楽しいハロウィン、それはありがたい申し出だけど、何をするの？やけに自信たっぷりなのが少しだけ不安をかきたてるけど。わかった、ここは君を信じるよ。何が来ても任せよう。いや、君に任せるとは言ったが、私まで仮装させられるとは。確かにハロウィンは仮装を楽しむお祭りだ。本気で楽しむならその作法にのっとるのが正しいね。それによく見れば子供はもちろん、大人たちもみんな仮装しているね。特に大人の仮装は大したものだね。すごく凝ってるよ。怪物にミイラ男、あっちは友達同士でゾンビか。あれは映画に登場する宇宙人？ああいうのもありなんだね。クオリティの高い仮装は見ているだけで楽しいものだね。
人は君の知り合い？違う？そうか、これは挨拶みたいなものなんだね。ハッピーハロウィン！ハッピーハロウィン。ちょっと緊張したけど、なんとかできたね。ハッピーハロウィン。なんだか楽しくなってきたかも。これはかぼちゃのランタンに、こっちは、あ、すごい量のお菓子だな。それでこれから何をすれば。ハッピーハロウィン。お菓子くれないといたずらしちゃうよ。え？なんとか一通りは配り終えたかな。別会場での子供向けイベントに向かったのかな。君もお疲れ様。まったく、いきなりお菓子配りをやらせるなんて、なかなかひどいことしてくれるね。うん、そうだね。君が私に見せたかったものが分かった気がする。そういえば子供たちの対応に夢中で、君とはまだ交わしていなかったね。それじゃあ改めて、トリックオアトリート。ハッピーハロウィン。さて、配るばかりでせっかくのお菓子を全然食べてなかったからね。ちょうど余った分があるし、私たちもいただこうか。それじゃあいただきます。美味しいな。今まで食べたお菓子で一番美味しいかもしれない。ハロウィンという特別な空間、そして君が教えてくれた本当のハロウィンの楽しさ、それらが私に喜びを与えてくれたんだ。ありがとう。私はその今とても幸せな気分だよ。いや、待ってくれ。ハロウィンというのは、その、やはり夜が更けるこれからが本番だよね。ここで帰ってしまっては、ハロウィンを本当に楽しんだとは言えないのではないかな。いや、絶対にそうだ。だから、私は、この後も一緒にハロウィンをすることを要求する。そういうわけだから、断ったりはしないよね。私にハロウィンを教えた責任取ってくれるね。はい、お疲れ様。いやー、もうお腹いっぱい。ごちそうさまって感じだわ。え？お菓子食べてなかったのになんで？そういう意味じゃ。まあ、あんたはそれでいいのかもね。そのままで。それにしてもレイってば頑張ったわね。あんたと過ごすハロウィンがよっぽど楽しかったのかしら。あんなに大胆に迫るなんて、グッドよグッド。レイも一人の女の子なんだから、お嬢様だからって遠巻きにしたり偏見を持たずに、いろいろ連れて行ってあげるといいんじゃない。あんたならあえて言わなくても大丈夫だと思うけど、いろいろ背負ってるあの子の心を軽くしてあげて。それじゃあね。眠ってしまっていたのか。彼はまだ夢の中みたいだね。私のために随分と気を使わせてしまったな。もう少し寝かせておいてあげよう。ありがとう。今年のハロウィンは君のおかげで貴重な体験ができたよ。君は私に新しい世界を見せてくれるね。でもそのせいで、いや、そのおかげでかな。私は少し欲張りになってしまったかもしれない。もっと知らないものを見つけていきたい。君と一緒ならそれができると思うんだ。君、起きてたの？一体いつから？もう、今のが今日で一番驚いたよ。いたずらをする前に言うものだよ、それは。まったく。
仕方ないな、君は。今はこんなものしかないけれど。ハッピーハロウィン。今日はありがとう。トリックオアトリート、ハッピーハロウィン。あまり口に出してこなかった言葉だから照れくさいね。君と一緒に慣れていきたいな。子供たちはもちろん、大人たちもみんな楽しそうだね。仮装することで普段とは違う自分になれるからかな。私たちも羽目を外しすぎないように楽しもう。ハロウィンは幽霊たちの活動が活発になるらしいね。案外仮装している人たちの中に本物の幽霊が潜んでいるかもしれないな。そして今君の隣にいる私もいつの間にか幽霊になり変わってたりして。なんでいきなり顔に触れるの？暖かいから幽霊じゃない？ああ、そういうことか。もう、本物の幽霊より心臓に悪いよ。君は本当に油断がならないんだから。君と一緒にお菓子を配りに行ってもいい？せっかくのハロウィンだし、私も君を見習って思い出を作ってみたいと思ったんだ。もし私が幽霊でこんな楽しい思いをしてしまったら、もう思い残すことなく成仏しているだろうね。次はどんな素敵な経験ができるのかな。お祭りはいつか終わってしまう。分かっているけど少し寂しいね。また来年？そうだね。その時もまた君の隣がいいな。こうして仮装して夜の街に繰り出すなんて以前の私では考えられないことだよ。君と出会ってなかったら今夜も家にいただろうね。知らなければそれまでだけど、新しい世界を知ることで自分が変わり始めているって実感しているんだ。全部君のおかげだよ。さて、それじゃあもう少し付き合ってもらおうかな。少しでも長くこの夜を楽しみたいんだ。私を変えた責任ちゃんと取ってくれるよね。ここがハロウィンパークか。賑やかな街だね。お祭りにはあまり縁がないけど、君たちと一緒なら楽しめそうだ。あの短期間でこれだけの衣装を作る紬は本当にすごいな。でも少しだけ考えてしまうんだ。
ひょっとして全部私に着せようとしていたものなんじゃないかって。私は未だに自信がないけど、君がそう言うなら頑張ってみるよ。修行をするのはダメだよね、儚げな女幽霊は。いや、祭りの衣装は私には似合わないと思うよ。え、見てみたい？まあ、君がそう言うなら。ガオーって吠えるのも。いや、うん、やっぱり変だよ。紬の衣装を私が着るの？あれは紬が一番似合うと思うけど。あ、でも吸血鬼の方が戦いには向いているね。あの体格でナイトメアに所属するなんて相当努力しているんだろうね。一度手合わせしてみたいな。喜んでもらえるだけのものを私も示さないとね。いつも強い人と稽古しているだろうし、手が抜けないな。私も改めて鍛え直さないと。君、それは祭りに失礼だよ。敬意を持って全力で。あ、いや、あくまで手合わせの範疇でだよ。そんなに不安そうな顔をしなくても。むしろ私が祭りから何か学び取りたいくらいだよ。あの小さい体でどんな風に戦うのか、きっと参考になる点がたくさんあると思うんだ。お化け屋敷も始まってようやくこの衣装にも慣れてきたかな。ドレスに身を包んで人を驚かすなんてなかなかできることじゃないから、面白い経験だよ。少しだけ。あ、いや、あくまでお化け屋敷の中だけだよ。普段からいたずらするなんて。あ、でも貴族の連中を相手にいたずらしてみるのはいいかもしれないね。一応私なりに努力しているんだ。君には通じていないのかな。じゃあそのダメだ、君相手に演技なんてうまくできそうにないよ。紬もそう言っていたね。最初は楽しめるわけないと思っていたけど、私にも意外といたずらっ子の才能があったのかな。お化けってもっと怖いものだと思っていたけど、あの子たちを見てるとなんだか和んでしまうね。本人たちには言えないけど。あえて明言しなかったのに。でもそうだね、可愛いっていうのが一番しっくりくるね。私は怖いより可愛い方がいいと思うよ、本当に。ああ、本人たちが諦めなければきっとなれる。私もその手伝いができればいいな。あんまり怖くなられても、その困るけど。君が？どうだろう。見た目は難しいかもしれないね。性格はもうだいぶ近い気がするけど。収穫を祝うお祭りなんだよね。だっ
ったら仮装をする必要はないんじゃないかな。いや、お化け屋敷のためっていうのは分かっているけど。楽しいか。そうだね。せっかくのお祭りを楽しまないのはもったいないね。でも、女幽霊ってどんな風に楽しむのかな。そうだね、紬が作ってくれたものなんだ。恥ずかしがることなんてないよね。君のおかげで迷いが消えたよ。ありがとう。君の服と？君にとってそれは普段着だけど、私にとっては交換ということは、君がこの服を着るの？いや、君の意思は尊重したいけど。人間に化けるお化け、他にも紛れ込んでいるお化けがいるのかな。こら、そういういたずらはよくないぞ。私は振り向かないよ。振り向かないからね。私は別に怖いなんて言ってないよ。でも君が怖いと言うなら一緒に行動した方がいいね。うん、せっかくだしそうしよう。確かにそういう考えもできるね。でもどの道見分けられなければ倒せないな。でもそうなると結局最初の不安に立ち返ってしまうよ。儚げな女幽霊、紬はどうして私にそんなものを。もう少しアグレッシブな幽霊の方が合ってると思うんだけど。儚げ、やっぱりよくわからないな。例えば素早くステップを踏んで獲物を追い詰めたり。それじゃあ幽霊というより妖怪なのかな。でもそれなら私でも、いや、お化け屋敷向きではないね。君みたいな人がいたら幽霊にならずに済んだんだろうね。そう考えるとかわいそうな女性。あ、そう考えればいいのか。ありがとう。少し糸口がつかめそうだよ。それを言われたらもう何も言えないんだけど。でも祭りは祭りらしい衣装じゃないか。だったら私も。いや、やっぱり今回は紬の望みを叶えてあげよう。待ち、君も？いや、さすがに君からいたずらされるのは恥ずかしいな。冗談？なるほど、今のがいたずらだったのか。一本取られたよ。お、こんなにたくさん？これだけあればさっきの子供たちに渡せそうだ。一緒に渡しに行こう。きっと喜んでもらえるよ。いや、楽しそうな子供たちを見ているとこちらまで明るくなれるというだけで。君、ひょっとして今いたずらしようとしていた？パレードといっても歩くだけだと思っていたけど、意外とやることがあったんだね。あの子たちはきちんとできていてすごかったな。そう言ってもらえると嬉しいよ。
でもあの時はむしろあの子たちに助けられたかな。本当に最初の頃とは大違いだったよ。ああ、あの子たちを見ていると自然とね。本当に立派なお化けだったよ。たとえ怖くなくたってね。次はもっと上手にできるといいな。なんて言うと、紬が張り切りそうだから、少し内緒にしておこうか。サプライズにとっておきたいし。マシューたちはもう霊界に帰れたかな。あっちで元気に過ごしているといいんだけど。え？霊界に？いや、確かにあの子たちには会いたいけど、お化けの世界に行くのは、その、少しだけ心の準備が。確かに、元気じゃないあの子たちなんて想像できない。でも、他のお化けにいじめられていたりしないかな。いや、今のあの子たちなら、きっと大丈夫だよね。来年か。あの子たちはどれくらい成長してくるかな。笑われないように、私たちも努力しておかないとね。